岐阜のチャンスになりそうだ。山岸から中へというところ、風間がこのボールを追いかけます。体を使ってきました。ボールはまだ残っています。三島切り込んでいく、グラウンダーのクロス合わせていく、風間シュート、田中パウロ11でした。田中パウロ11、右足で滑り込んでいきました。岐阜後半になって同点のゴールを決めました。八尾野さん、ゆっとしては嬉しい嬉しい同点ゴールです。そうですね、まあ、今のもでもやはり難波選手がね、ここのところで前に潰れてくれたんですよね、これが非常に大きかったですね、難波のこの体を張ったプレーがあってこその、まあ、でもその前の、まあ、風間選手が守備ですね、あそこのところでもう足つりかけてるところで精一杯頑張ってマイボールした部分がもっと大きいですけどね、はい、